うんまあ、私は事務方のトップであるけれども<ー>文部科学省のトップではないわけでですねやはりあの私はあの、まあ、公務員として全体の保守者という自覚はあるけれども国民の代表者ではない、まあ、内閣総理大臣をはじめあの内閣を構成する大臣はですね それは自ら国民の代表として選ばれた国会議員でもありその議員内閣制の下で国会から選出された内閣総理大臣の下で任命された大臣ですから国民の代表者ですよね。国民のの代表者とししてて仕事をしている方,の方々の決定には 従わざるを得ない。その時はそう思ったと、今はどうなんですか。その時の判断を今どう思われているんですか。ただそれはあの私はまあその姓の元で仕事をする官の立場ですから、あその立場で言えば姓に従うということにしかならないんですけども。他の選択肢はない。なかった。従うしかなかった。年中服入って先ほどおっしゃったような。年中服愛もまあ限度があって。そうですね。今はもう姓でも官でもない氏ですからね。 詩人の立場になったんで、うんうん、これはまあ何言ってもねいいっていうことで言えるんですが、うんうん、もう一つもう少し手続き的なことを申し上げれば、うん、国家戦略特区で、えー、あの例外を認めるかどうかというのは事、うん、務官庁は内閣府ですから、うん、文部科学省はおかしいんじゃないですか、うん、おかしいんじゃないですか こういうところをちゃんと踏まえなきゃダメじゃないですか農林水産省や厚労省の実質的な参加がなければこれ決められないじゃないですかとかそれからあの記者会見でも言いましたけれども2015年6月に閣議決定した基準があるんでですね四つの条件というのがあるんすその四つの条件を満たしてないじゃないですかとこれ閣議決定って決めたんだからそれに照らし合わせてちゃんとオッケーというのを検証しなきゃいけないはずなのに それでできてなないいじゃないですかとこれはずっと言ってたわけですね文部科学省は。それでもいやいいんだともう,あのも,うもう国家戦略特区諮問会議というところで決めるんだから決めたら従えというのがあの内閣府のスタンスでですねそれはもう主務官庁がそういう以上はあの我々はあのその,そのまあいわば協議官庁あの二次的な立場ですから言うべきことは言いましたよねそれでも決めるんですね。 と,というのは、最後はそれしか言えないんですよね。うん、まあ、あの松野大臣もおそらくそういうもうスタンスだと思います。うん、あの、言うべきことは、私は言ったよね。っ,ってことと、でも決めたのはそちらですよね。まあ政府の中ではありますけどね。うん、そういうことだと思うんです。だから。文部科学省としては、あの最後のところま最後の時点まで。言うべきことは言ったはずだと。うん、それでも。決めたのは内閣府ですよね。っていうのが。今の理屈だと思うんです。文部科学省の中のですね。うん